バレットインフェルノギャラクシー。ダメージを受けないでゴールってことですね。カエルちゃんでもね、カエルはそこそこ得意だと思うので、マリオ3はね、結構好きなんだよね。なので、大丈夫だと思うんだけども、なるほどね。弾幕避けろとそういうことか。いやー、これ、やっぱ結構きついな。いやー、でもいけるかな。割合いけるぞ。割合いけるいける。よく見たら、ちゃんと隙間があるから、これはいけるんじゃないか。そうそう。いけそうに見えなくても、割合ね、意外と隙間があるんだねー。さあ、カエルバーサスルートミック。隙間をね、こうやって縫って縫って。割合ね、カエルマリオはあの上の方の判定結構あるんだよね。だから、上の方の判定をちょっと気をつけながら、特に上側気をつけながら、やっていけばいけるんじゃないかな。多分だけど。ここ。あー、下もダメなの？さあ、カエルマリオ VS ルドイックの、これが再戦。よいしょ。よいしょ。いや、こうやって隙間が大きい時はありがたい。この辺の大きい時はありがたい。隙間が小さい時はちょっと集中して。この辺ちょっと集中して。いいよいいよ。いい感じよ、いい感じ。いい感じよ。うわ、隙間な！よいしょ、ほい！ここ！よし！よしよしよし、いいぞ。スペースがある時はなるべくね、真ん中あたりに行きたいんだよね。そしたら、後ろとか上とかに避けるスペースがいっぱいになるので、なるべく隅の方に行っちゃうとさ、隅の方に行っちゃうと、避けるスペースっていうのがあんまりなくなっちゃうから。だから、なるべく隅の方には行きたくないんだよね。なるべく、おい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 ベジータ並みに打つのやめやめんかちょっと待て、おかしいだろ数おかしいだろ、待て待て待てベジータに習ったのかな、やめろ死にたくないちょっと待て、やだもう、やめて、早くゴール、まだゴールしたい、早く、心が折れちゃう、早く早くゴールがしたいよ、これで負けたら折れちゃうぞ心が、あーお願い早くして、ベジータも顔負けの組だんじゃないか、ちょっと打ちすぎだろどう考えても、待ってくれよ、ちょっと早く、長いわ長いわ、ちょっとここで死んだ人の気持ち考えて、ちょっとあー待って待って、焦らずに、ここで焦っちゃダメだ、焦っちゃダメだ、焦るな、だっ、やったもう、なにこれ、怖すぎなんだけど。いやでもドラゴンボールもさ、グミ弾なんかほとんどグミ弾で効くことってないのにさ、みんなグミ弾打つよね。デレレ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 レダーレレレレレレ、いや、あれ意味ある？あれでだって相手食らってることあんまりなくない？まあ、一回話がそれました。バレットインフェルノギャラクシー。よかった、クリアできて。皆さんもよければ遊んでみてください。まずは新パーツの話をしようか。はい、ということで、早速ね、やっていきたいと思いますが、このコースはね、ちょっとサムネが面白そうだったんで、遊んでみたというところですかね。こっちにまず入ると、何これ？これね、結構あの投稿日が初めの方だったんで、あ、なるほど、つららとかを、こう新パーツを使ったミニゲームみたいな、ミニゲームポスターみたいな感じかな。これで終わり、オッケー、さあこっち。いや、そう、最初さ、発売当初っていろいろ試してみるよね。そうそう、ピンコインとか早速、あ、まあ、ピンコインは前からあるけど、あれ、この扉なんだろう。まあ、いいか、こっちだよね、多分。この右の方だよね。中間を取って、左上行ったから、次どうしようかな。ここ。これ何？シーソーを早速使ってるってことだね。シーソーを使ってこっちに行きます。次こっちかな。これなんだろう。あ、竜巻ね。竜巻を、いいね。これシンプルだけど好き。動かして死なないようにして、それで進むと、いや、面白いな。こうしてから叩いてから、またこっち戻して、コインは取ります。コインは取ってから、こっちに行ったら次に進めると。だよね。右は行けないもんね。
あれ、え、違う違う、え、これ何、何かが出る。あー、カロンコーラが出る。めちゃめちゃ新パーツ使いまくってるな。ヒップで一気にこっち行く。バブルちゃんは踏めるから倒してしまう。でもってこれはマグマに入れるから、ない、やりづらい、やりづらいわ。あ、できたできた。これでこっちに入れた。よし。さあ、これで多分、ここでピンコインが取れて、また中間取って、無限中間にもなってるね。さあ、そして、今度は右上かな。右上の、ここだけど、その前に、このコインは取りたい。コインは取りたい。取ってから、この扉に、土管に入っていく。これは何だろう。あーと、往復が変わるから、なるほど。ブーンブロックだね。ブーン、ブーン、ブーン、コインは取りたい。ブーンからの、ブーンからの、待って、危ない。はい、ブーンからの、ブーン、オッケー、いけたからの、ブーンからの、待って、これ上に何がある、上に何がある、え、なんかあるな、上に。こっちから取りたい。コインを取って、でよいしょ、こっちか。でもって P を押して入るのかな。P 持ってた方がいいか、持ってた方が確実。これを持っていって、ここで、確実に押すと P ドアはあれだよね、マリオメーカー1からね。これで、これで全部クリアしたよね、確か。クリアしたはず。あれ、あ、ここか。あとは、ここでピンコイン取って鍵にしてから、このドアに入っていくと。確かに、新要素がめちゃめちゃ詰め込んであった。2、マリオメーカー2。そう、発売したての頃ってさ、こうやっていろいろ試すのがすごく面白いよね。わかる。めちゃめちゃわかる。はい、ということで、まずは新パーツの話をしようか。皆さんもよければ遊んでみてください。それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。